チキショー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 。ねえ、どうして僕たちを殺さなかったんだろう、姉さん。さあ、どうしてでしょうね。いつまで突っ立ってるつもりだい。プレシアを放っておく気かい。コレットがどこに連れ去られたのか、情報集めは私が請け負う。あんたは工房に戻りな。いや、俺も。お時間もないあんたに何ができる。でも。ねえ、冷ましな。コレットを救えるのは要のもんだけ。それを作れるのはあんただけ。違うのかい。何のために私ら仲間がいる。コレットのことは私に任せて、あんたはあんたにできることをやりな。男だろ。わかった。よし、それでこそロイドだよ。僕も手伝うよ。食事は任せてちょうだい。いや、それはちょっと。お立場をお考えください。ブライアン家は気高き血統、レザレノはテセアラ随一の大企業、その領袖であるあなた様が使用人風情と浮き名を流したとあっては。私の申していることご理解いただけますな。明日彼女の故郷へ挨拶に向かう。姉が一人いるんだそうだ。正気なのですか。あの娘は平民、お気を紛らわせる女としておそばに置くならともかく妻に迎えるなどと。ジョルジュ、本気でいらっしゃる。ああ、彼女を愛している。迷惑をかける。会長職は退くつもりだ。すまん。分かってくれぬか、ジョルジュ。そこまで、あの娘を思いとは、申し訳ございません。あの娘はもう。アリシアをどうした？昨日、あの娘の身柄を引き受けたいと申す者が現れ、名前は確かロディルと、あの娘には私から言い聞かせました。ここにいてはリーガル様を不幸にするばかりだと。アルシア。リーガル様。アルシア。もう一丁。プレシアの知り合いなのかな。そのようね。
どういう知り合い？さあ、彼女が心を取り戻してから事情を話すと言ってるわ。ロイドの頑張りに期待するしかないわね。そっか、だよね。ところでプレセアってどうして毎日森に木を切りに行くのかな？心をなくす前の習慣？でも女の子が木こりなんて聞いたことないし。家族がそういう仕事してたのかな？家族は随分と彼女に興味があるみたいね。え？ああ、うん。ねえ、ジーニアス。うん？ん？リフィル様、飯まだ？俺様腹減って死にそうなんですけど、プレセアちゃんを守って作った名誉の負傷も痛みまくりだし、あーだだだだだだだ、死ぬ。姉さん、さっきの。何でもないわ、忘れて。姉さん。だっ、まずい。ロイドに任せろと大見え切ったのはいいけど、コレット、どこにいるんだろうね。どこなんだか。ねえ、瑞穂に行ってみたら？瑞穂のみんなに、タイガさんや口縄たちに情報集め手伝ってもらおうよ。ね？シーナ、いつまでも昔のこと引きずってちゃった。シーナ！行くよ。え、行くってどこに？瑞穂、あんたが行ったんだろ。ごめんね、シーナ。さあ、行くよ。頼む。ダメか。はい、お疲れ。気持ちだけじゃどうにもならないことっていうのも世の中には。なんだよ、みんなの気持ちを代弁しただけでしょ。僕はロイドの腕と根性を信じてる。ああ、友情眩しい。アルテスタさん、悪い。もう一度最初から付き合ってくれ。うん。その必要はありません。私にはそれしか言えん。パパが病気で亡くなったのに、うちにはお墓を作るお金もありませんでした。